はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パワタルです。今回はソロの複製なんですけれども、コメントで多い車両が消えるとか車両が動かないっていうとかね、あとミニマップがね、完全に戻らないっていうようなねコメントがありますので、それに対してね、答えていくような動画となります。ではまず自由照準から始めて、自分と違う照準の人、例えばオートエイムアシストのねセッションの人で、まずねプロフィールからこの参加をします。で、警告画面が出たら次丸、注意を×。この注意画面出るということは自分と照準が違うということです。この人をねまず覚えておきます。次に自由照準の公開セッションに行く、または DJPPTR7 とフレンドの人はこのフレンド限定セッション、要するに自由照準のセッションに移動してください。このセッションではね、絶対に手配度つけたりとか、他のプレイヤーを倒すとか荒らすようなことはしないでください。そういった方がいたら、除外をしたり報告をしてください。でね、まずこの、公開セッションまたは DJPPTR7 の自由照準のセッションに行ったら、さっきの自分と違う照準のねフレンドさんやコミュニティの人、また素早く PS ボタンね2回押して参加できるように用意をしておきます。では地下基地から出現位置でなるべく解消します。そして、ここでねマップとか見てもらうと分かるんですけど、機動作戦センターの中に入っていたはずの車両が外に出てたりすることもあるので、必ずねマップで、ね、確認してください。そして外に出るにはねちょっとね意味があって、外に出ることによって表示オプションからカスタム表示、これにするとねマップ上にジョブトリガーが出るようになります。これ外に出ないと基本ね最初からはね室内のまんまだと出ないです。ではね複製したい車両、機動作戦センターの中に入っている車両が好ましいです。これを一度機動作センターの中に確実にね入れちゃいます。こっからがね複製の本格的な手順となります。複製したい車両をまず乗り出すんですけど、この地下基地の真ん中あたりだと消えたり動かないっていうことがあったりするっていうのがあるので、この機動作戦センターの後ろまたはね、ここ必ず左上に文字が出る状態ですね。まあここもね稀にね、車が消えるっていうのがあるので、もう完璧大丈夫かなっていうところはもうここです。配管のところ、ここに斜めに停車させて必ず左上に文字が出る状態、機動作センターにね車両をしまうっていうのね、文字が出る状態のところにこの車両を置きます。そしてジョブから自分の移動したいねジョブがあるところに行きます。一番安いねオフィスの場合はバハマウエストマンマミーヤというねこのロックスター認定のジョブですね。または一度外に出てね表示オプションちゃんと表示にしていれば、このようにマップからジョブトリガー表示できるので、移動したいところのジョブの上でね四角丸で、ジョブを開始してください。ではこのロビーに行くぐらい、またはねホストと出たらホストするにしてください。ではジョブのロビーに行ったら、ここで PS ボタンを素早く2回押して自分と違う照準のフレンドさんやコミュニティの人に参加、警告が出たら丸、注意は×です。これでワープしていきます。ワープしたらね自分のオフィスの中に入っていきます。これからオフィスの中で、テレビのね視聴中にバグを起こすんですけれども、うまくいかない場合は一度オフィスから出てもう一度ねオフィスの中に入るっていうねやると結構ね成功しやすいかなと思います。ソファーの前で右十字キーを押して、もう一度座ったらね右十字キーを押して視聴します。これ三角でつけたり消したりできるので、つけた状態にして左スティックを左に倒します。そうするとプレイヤーをね観戦できます。次に左スティックを右に倒します。アニメの画面に戻ります。この状態でオプション長押しておき、左スティックを倒した瞬間にオプションを離す。そして R1 を押して素早くねハンドルスターパックを開く。この状態になれば OK です。 PS4 はここからタッチパッドでこの家のマークをクリック、次にエグゼクティブオフィスをクリック、右上のね URL をクリック、次にこの黄色いところをクリックして自分のオフィス階層、そこから、組織名ですね、そして今まで使っていた色と違うものを選択して左下の改造を押して
次にね、右の購入を押します。確実に購入成功となってから三角をして、今度はオプションからマップで複製の犠牲車両がある。まあ、例えばね、ナイトクラブ、それからアリーナ、それからね、カジノペントハウスなどの近くのね、ジョブをジョブトリガーからね、四角丸で開始していきます。なので、まあ、ある程度ね、自分の、複製の犠牲車両の近くにある、まあ、ジョブトリガーってのは何なのかって覚えておくといいですね。ではね、今回はアリーナを使っていくので、アリーナの前にある敵対モードかな、まあ、そのね、ジョブを普通に四角丸で開始していきます。もうね、このミニマップが消えた状態っていうのは、ちょっと不安定になってますので、確実にね、ロビーに行くまで待ってから、PS ボタン素早く2回とかを押してください。ホストするっていうのをね、必ず選んでください。ではジョブのロビーに行ったら PS ボタンを素早く2回押して丸、そして警告画面を丸、注意画面が出たら×です。これ読み込まない時っていうのは、その人が接触移動してる可能性あるので、プロフィールちょっと戻って、このタイマーみたいなところですね、カウンターのところもう1回ね、読み込んでください。そして警告が丸、注意画面は出たら×、これで移動していきます。この時ミニマップ消えています。ではここからね、アリーナの、中にある複製の犠牲車両エレジー RH8 にこれから乗り込んでいきます。この、犠牲車両を乗り出した後にミニマップが出るか出ないかで、結構ねコメント、まあ分かれていたりするんですけれども、基本的に一番最初に複製する車両を置いた場所によって、別にミニマップね出ないまんまでも大丈夫です。今回の車両を置いた場所はね、ミニマップ出ないまんまでもそのまま継続はできます。そして複製の犠牲車両外に乗り出したら、このように、体だけ出た状態になります。こっからね、ミニマップ出ていようが出ていなくても同じね手順でいけます。なので今回はミニマップ出ていますけれども、出ていなくても同じです。地下基地近くの、このジョブトリガーを四角丸で開始します。特にね、これミニマップ出てる人は別に素早くやってもまあ大丈夫なんですけど、ミニマップ出ない人、出てない人、ずっとその人は必ずね、このジョブのロビー背景がどんどんどんと落ち着くまで待ってから PS ボタン素早く2回押して警告を丸、注意画面を×というふうにやってください。じゃないと無限ロードになりやすかったりします。とにかくミニマップが消えた状態になっているまんまの人は、素早くねやらない、必ずロビーの背景が落ち着くまで待ってください。そして地下基地の中に入ると、斜めに止めた車両ありますので、これを三角で乗り込み5秒以上待機してください。5秒以上待機してから右十字キーを押して丸、これでね車両入れ替えとなり、複製が完了、1台完了となります。ではね、連続してやる方法です。このままセッションでね連続でできたりもするんですけど、不安定なようなので、出現位置を地下基地にして、またクリエイターに行き、動画のね、最初に戻って繰り返してください。ここからはね、ちょっと違う方法を教えていきます。ミニマップ出ない時の場合、これまあさっきも言ったんですけど、ミニマップね出ないままでも平気ですよと言いました。確かに平気です。しかしミニマップどうしても出したい人向けです。まあ車両をね複製する車両、この位置に置いたりすると結構消えたりもするんですけど、この位置でまあ複製を開始したとします。ちょっとね早送り気味でいきたいと思います。自分のオフィスの近くのジョブを開始、ロビーまで行ったら、自分と違う照準のフレンドさんやコミュニティに参加、警告丸、注意×、これでオフィスを入っていきます。でオフィスの中に入ったら、やはりこのねテレビの視聴のところがうまくいかない、まあ結構ねコメントがあるんですけれども、遅すぎるとやっぱり成功しないし、まあ最初からね、犯罪ジュースターパックね押せない状態の時もあるので、そういう時オフィスから出てもう一度中に入ってください。ソファーに座ったら右十字キーでテレビを見る、で必ずついてる状態にして左スティックを左に倒す、
そうするとプレイヤーをね観戦できます。そして、ね、左スティックをまた右に戻します。そうするとアニメになります。ここでオプション長押しておき、左スティック倒した瞬間オプションをパッと離して R1 を押して素早くねハンドリフトパックを選ぶ。こうすることでできます。結構素早くやらないとダメと思います。そしてタッチパッドでね、家のマーク、そして左上のエグゼクティブを選び、URL をクリック。この時にね、プレイヤーが左上に出てないとダメですね。で、ここで黄色いとこ選び、自分のオフィスを選ぶ。そして階層、組織名。ここから色を選択。そして左側の購入で、右側の購入ですね。必ず左上にね、プレイヤーのね、欄がちょこっと出てないとダメです。そしたら三角を押して戻って、オプションから複製の犠牲車両のある、今度はねナイトクラブに行きたいと思います。四角丸でね開始します。ジョブのロビーに行ったら PS ボタン素早く2回押して警告丸、注意×です。今ミニマップ消えた状態です。まだまだね、このグリッチに関しても、まあこうなるとこうですよって 100% ってのはやっぱりないと思うんですね。なかなかね、ミニマップ出るとき、出ないとき、車両が消えるときっていう条件がもっともっといろんな人のコメントとかね、情報が集まれば、まあ、だんだんね、確率になってくると思うんですけれども、ここでね、複製の犠牲車両乗り出しました。これでミニマップが、結構パパテラがやってる場合はね、ミニマップチャンプね、出ちゃうんですね、ミニマップがね。しかしミニマップ出ない時の対処法っていうのがあります。それはペガサス車両でバザードなどを要請します。そしてここね、絶対ね個人車両とか呼ばないでください。まあ使用バザードもダメかな。で、その状態でペガサス車両これ呼んだところの近くのジョブトリガーを四角丸で開始ホストします。で PS ボタン素早く2回押して自分と違う照準の人で警告丸、注意×。これでね、移動していきます。で、今度はね、このバザードに乗って、今、オフィスの、バグを起こしているということなので、オフィスのね、上にね、向かいます。オフィスの、まあ、屋上かな。で、多分ね、近づくと、透明っぽくなるか、まあ、ちょっとね、PS2 グラフィックみたいにバグったような感じになったりします。まあ、そういったところに行って、ちゃんとね、着陸させた状態、安定した状態で、着地した状態で下十字キー長押し、右スティック、ストーリーキャラに合わせて音がね、なんかまあヒューとね小さくなります。そうなったらキャンセルっていう感じです。まあこれをやることによってね、ミニマップは出現しますけれども、まれにね無限ロードになります。ここで下十字キー長押し、右スティック、ストーリーキャンセルで終了画面を数秒待ってから×。これでね一応戻りますけど、まあこれをやんなくてもできる方法をなるべくやってください。